おはよう。というわけで今日はね、琵琶湖にやってきています。それで今回僕ちょっと気になったのがこちらですね。外来魚回収ボックスというものが琵琶湖には設置されています。琵琶湖はね、釣った魚の、釣ったブラックバスのリリースが禁止なんで、こういうものがね、設置されています。まあそこで今回はこの YouTube という場を借りて、果たしてこのね、外来魚回収ボックスっていうものは効果があるのか、否か、っていうのをちょっとアンケート取りたいと思います。僕としてはね、意味ないと思うんだな、これ。まずさ、ブラックバスさ、もうさ、この琵琶湖っていうめちゃめちゃ巨大なこの範囲の中に、もうブラックバスっていうのはこう蔓延しちゃっとってさ、いくら殺したところで、すぐ増えるわけよ。産卵するでしょ？そしたら一匹から、また何十匹、何百匹、何千匹とか増えるのかな？ドワーッと増えるわけよ、赤ちゃんが生まれて。いくらさ、人が釣ったさ、一匹二匹、一日で一匹二匹釣れる魚を回収しようがしまいが、関係ないぶっちゃけ。って僕は思っちゃう。量とかで、超広範囲を一気にね、魚を回収して、全部殺処分とかだったら、多少は関係あるのかもしれない。めちゃくちゃやればね。だけど、もう釣った魚一匹二匹ここに入れようが入れまいが関係ないと僕は思うんですよ。わざわざ釣りをこう楽しみに来てるわけだから、例を言うとだよ、子供たちがこう、土日とかを利用してさ、来るわけよ。琵琶湖に。で、頑張って頑張って一匹釣れて、やったーって喜ぶわけよ。やったー釣れたぞって写真パパーって撮って、それを殺さないといけないっていう現状。これはね、僕はね、良くないと思うんだな。やっぱり後味悪い気分になっちゃうじゃん。まあ、誰かが、なんか俺は難しい話だね、やっぱりね。偽善とかまあそういう話にもなってくる。なかなか奥が深い話だと思うんですけど。今日は僕がね、わざわざなんで琵琶湖までね、来たかというとね、ブラックバスをちょっと釣って、お持ち帰りしようかなと。リリースどちらにしろ禁止なんでね、琵琶湖は。釣ったブラックバスをちょっとお持ち帰りして、食べようかなっていうのを目的で、ブラックバスに釣りに来ました、琵琶湖まで。でね、こんな感じになってます。外来魚回収ボックス、釣り上げたブラックバス、ブルーギルはリリース禁止で釣り上げた外来魚をこの箱の中に入れましょうと。琵琶湖製作課、こうなってます。67番とこう打ってある。めっちゃあるってことやで。ここが67だけで、まあ、琵琶湖一周したら、一体何番まであるのか、わかんない。こうなってます。入ってますね。